今日はダイレクトにストレートに仙人さんへの質問ですということで、まあ、今のねちょっと、動きがダサいんじゃないかって思って相当ショックを受けてるんですけど、まあそれは置いといてさあ、そのダイレクトな質問っていうのは何かっていうと、 A 級レベルの人の在り方について聞いてみたいってことで、まあね、ジュニアコピーライター A 級レベル現在17話まで、ほとんどノン台本アドリブのリアル Q&A で進行しています。で、まあそんな中でですね、仙人さんがどういうふうに自分の直感と向き合って、そしてそれを思考でプロセスさせつつ、いろんなフレームワークでね判断をしていったりしてるのかっていう、流れ、詳しい流れが捉えられて本当に嬉しいんですよね。自己管理、セルフマネジメントからマーケティング、チームビルド、マネジメント、心理機能、海外でのビジネス、商品作りで、社会問題とかサブ機能進化、凶悪犯罪、健康管理まで、ものすごくこう素の仙人さんの思考の流れが見える、まあ、そんなものすごくディープで味わい深い授業になってます。で、まあ、今週ね、火曜日かな、本レビューで平気で嘘をつく人たちを読んだこともあって、人間の深い部分ですね、闇だとか集合的無意識だとか自分自身の魂の使命とね向き合う重要性を、リアルに感じてます。で、人間の魂の使命はこう深く深く見つめていくと、実は全員共通する何かがあるんじゃないかと予感してるんですよね。これも完全なる直感的なひらめきなんで根拠はゼロなんですけど、現時点で仙人さんの考えるその人類の人生の目的、人類共通の人生の目的、究極の人間の在り方って何なのかなっていうことがちょっと聞きたいなと思ったんですよね。で、おそらくこの人類共通の目的とか究極の在り方っていうのはちゃんと発見するには、もう自分自身のこの体を使って苦しみとか喜びとかそれとどんどん向き合っていって、自分をね長期間観察すること、これしかないって結構マジで思います。本当にそれを10年20年30年と繰り返した人が本当にね何か見つけるんだと思うんですよね。ただこの仙人さんがこの何年も何年もね生きてきた人生の中で現時点での考えっていうのが何かしらのヒントになる可能性が非常に高いと思ってるんですね。だからお聞きしたいんですよね。僕たちっていうのはそうやって自分自身で自己観察して内側で最終的な答えを見つけないといけないんだけど、やっぱりこの外側の刺激っていうのもすごくヒントになると思うんですね。だから人類の共通の目的は何か、逆の言い方をすれば人類の共通の課題、チャレンジは何かっていうことになっていくと思うんですね。もちろん心理機能とかホロスコープとかいろんな個性によって育った環境とかもねありますよね。そういうふうなものによって個人の役割は違うと思うんですよね。例えばその歌を、音楽を通してその自分を表現するだとか、まあそれがコピーライティングを通す人もいるし、セミナーとかで教えを広める人もいるし、まあ、料理とかで表現する、いろんなね役割っていうのがあると思うんですけど、でもその究極の目的、何のためにじゃあ料理するのか、何のために音楽を奏でるのかっていうところと、それによってこうどんな課題があるのかっていうのは、なんかこう共通のものがある気がするんですよね。これに対して仙人さんはどう思うのかなっていうのがちょっと聞いてみたいなと思います。で、今現時点で僕自身が感じている人類共通の目的っていうのは、人生を楽しんで人に親切にすること、まあ、これもね斎藤ひとりさんの神様の質問っていうね、ものなんですけど、これでもなんか違うのかな、なんか誰かが言ったね、神様が死んだ時に2つだけ質問するよ、それは人生楽しめたかい、そして人に親切にできたかいって、この2つの質問しか神様はしないんだよっていうね話があって、まあそれの引用なんですけど、だからまだ外の刺激ですよね。で、もう一つが、人類に共通する課題は、現時点で僕が思うのは、苦しみから逃げること、これ怠惰ですね。で、自分の中の悪から逃げること、
これが邪悪だと思っているんですね。これもね、これも完全にね、平気で嘘をつく人たちの影響なんで、完全にこう外からの刺激で形成されたものなんですけど、でもなんか直感的にそこ近いんじゃないかなって思っていて、思っています。で、まあ、これで終わったらね、なんか外の意見をそのまま鵜呑みにしてるっていう話なんですけど、この人生を楽しんで人に親切にすること、じゃあ楽しむってどういうことなのかとかね、人生を楽しむためには何をするのかっていうと、それが本当の苦痛にチャレンジをして、それが苦痛じゃなくなるっていうこと、まあ、進化していくことだと思うんですよね。で、人に親切にするためには、悲しみとか悪とか暗黒面、影と向き合って、相手の悪魔性に共感して叱ってあげたりだとか、相手の奥に眠るその、何言ってるのかって感じですけど、まあ相手にね、相手の悲しみとか影の部分に共感して安心させてあげることかなって、そんな風に今は思ってます。もちろんこれも変わっていくと思うんですけど。うん。そして、まあ、自分の役割に従って全体の絶対的な善のために何かに屈服して奉仕することなんじゃないかなって、そんな風に僕は感じてるんですね。ほんで、サブ進化をすれば、正しい認識と判断でこの宇宙的なタイミングリズムに合わせてこの怠惰と向き合ったり邪悪と向き合ったりね、取り組んでいけるように成長できる、そんな風に考えてるんですけど、まあ、今この短いそこで言語化できるっていうのはこの程度が限界で、まだまだね、心と体でいろんなことを体感して、うん、闇を取り込んでいく必要がある、闇を光に変えていく必要があるなって思ってるんですよね。で、まあ、仙人さんのメンターがおっしゃった小細工を使うな、家族を大切にしろっていうね、格言にもヒントがあると思っていて、あと仙人さんの出したね、人生の目的、解釈、それもね感銘を受けていて、それが進化提供生殖なんですけど、うん、まあね、これが一つの究極に無駄を省いた資金石ダイヤモンドなんだろうとは感じています。ただこれに対する独自のアングルだとか独自解釈だとか違った言語化などね、自分の個性にとって進化提供生殖とか小細工を使うな、家族を大切にしろっていうのに対して深い理解をね、掘っていく必要はあるんだと思うんですよね。で、このジュニアコピーライター影響を聞いて、とにかく世界の中の自分の中の世界、ビジョン、社会構造、現実などの考えがより進化していくのを感じてます。今回の17話で自分の中で何かを突き詰めるのが宗教であって、それを外に広めてるときは宗教っぽくないっていう話を聞いて、なんとなくね、この質問の答えも同じようにいろんな刺激を受けながら内側を突き詰めて想像していくもんだと思うんですよね。人類の共通の目的、人類の共通の課題、これについてもやっぱりこの内側を突き詰めつつ外側の刺激も受けつつ探していく必要があるのかなと思います。僕の今の段階では仙人さんや斉藤ひとりさん、7つの習慣、平気で嘘をつく人たちとかね、そういうふうないろんな外の刺激を自分の中で実感してるっていう感じが多いかなと思います。まだまだね、自分の本当に独自性、独創的な価値観の構築には至ってないんだなって、今回のね記事を書きながら自分で自分を振り返ることができました。さて、この動画を見てくれてるあなたも一度人類共通の目的とは何か考えてみてほしいなって思います。もちろん地球平和かもしれない、自己成長かもしれない、魂の修行とか学校とか学びかもしれない、人生を楽しむことかもしれない、わからないですけど、もしかしたら人生のとのね共通の目的なんてないのかもしれない、いろんな意見が出るだろうと思うんですよね。で、自分の中で思うこれをきちんと言語化することは大事だと思うんですよ、うん、もちろんね、はっきりとした答えなんてまあないだろうし、ぼやーんとしたイメージで止まると思うんですよね。でもそっからもう一歩踏み込んで考えてほしい。例えば世界平和だと思うんだったら、じゃあ世界って何なのか、人類だけなのか、自然界も含むのか、じゃあ自然の猛威はどう考えるのかとか、うん、じゃあ平和とは何なのか、戦争がないのが平和なのか、うん、戦争とは何か、ないってどういうことなのか、うん、日本は平和なのか、うん、そんな感じで深掘りしていく、まあ、ただね、ほどほどにしないと迷宮に迷い込むんで、時間を決めて、例えば1日
30分とかね、時間を決めてやるといいかもしれないですね。そう、あと平和ってね、僕の中では争いや摩擦がねない状態ではないと思うんです。争いや摩擦って役に立つし、なければ人は進化しない、冒険もない。だから平和っていうと争いとか摩擦がない状態だよっていうと、なんかそれは違う気がするんですよね。なんとなく、無気力になる気がします。適度な摩擦ストレスが必要だと思うとかね、そういうふうに考え出すと平和ってなんだろうみたいな感じになってくるわけなんですけど、僕自身その平和って何かって考えてるかっていうと、これ聞きたい人いるんですかね聞きたい人はぜひね、あの Facebook のメッセンジャーで連絡でもしてください。もう本当に自分の経験、体感、直感、いろんなもので感じていくものなんじゃないかなって思います。はい、ということで、宗教臭くて気持ち悪いってことで、役に立ったと思った人はチャンネル登録しておいてください。そんじゃまた次回会いましょう。バイチャー。